里崎チャンネルジョッ、こんにちは。さあ前回、はい、前回というか前にビックリマン選手やりましたけど、正月にね、はい、はい、今日はなんと逆ビックリマン選手です。はい、どういうことですか逆ビックリマンって。だからまあビックリマン選手のコンセプトは、はい、うん、こんなに活躍すると思わなかったけど、すごい活躍した、うん、まだ期待はそんなしてなかったけど、うわーすごかったっていうのが、はい、まあ、ビックリマン選手ですよね、はい、だからDeNA とか佐野選手とかっていうのも、こう首位出し取るほど、はい、みたいなね、はい、だから要は期待値が低かったけど、うん、すごい頑張った選手がビックリマンですよね、はい、ビックリみたいな、うんうん、今回の逆ビックリマン選手は、はい、期待値高かったのに、うん、えみたいな、あそれ言っちゃうと、はい、でも逆に良くない？期待値高いんだよ。そうですね、うん、だ期待してるんだよってことですね。期待してたのに、うん、逆びっくりみたいな、成績出せなかったことに、はいはい、っていう企画です。わかりました、はい、ただ引き続き期待してるよっていうね、うん、もちろんことです、ね、だから今年どうなるのかね、はい、だってコメント欄にもあったもん、逆びっくりマン知りたいっていう、うん、ありましたね。1個か2個、はいちょっとしかないけどそれです、はい、今回セリーグ編です、はい、じゃあ優勝の巨人は置いといて、お、まず最下位のヤクルトから、はい、はい、ヤクルトはね、うん、あ、携帯買いました。あーねー、でまだケースがないんですよねケースね、まだケース探してる。いやしかも私も今携帯買いに行こうと思って、はい、その予約というか、はい、その機種これが入荷したら連絡してくださいっていう。だ誰なんでしょう、予約もしないでショップ行ったんでしょ。行きました、最初フラッと、はい、で何て言われたんですか予約ないと携帯は買えませんって言われて、うん、そうなんですかって言って、でとりあえず予約だけなのでもうその場でしてきました、うん、予約して、はい、何買ったんですか。いや同じの、一緒一緒、あら真似した、真似して、ね、今日知ったんですもんこれ羽衣さん買えたよって言うからでも同じ、はい、iPhone12 のプロのゴールドが入荷したら教えてくださいって言ってきました、はいはい、僕プロマックスです。プロマックスってあるんですか。はい、あ、一番上のやつだ。はい、めっちゃ高いっすね。あ、びっくりしたっす。じゃあ一緒じゃないや、私もう一個あれだ、はい、はい、だからまあこれで撮影もしやいいから、はい、いいのほうが撮影動画も撮れるし、はい、いいのかなと思って、はい、まあ、仕事としてね買ったんだけど、はい、高い。割引なんかクーポンついてる割引あったけど、はい、まあ、貼るのとか、うん、いろいろ足したら、はい、ケースは買ってないけど18万なんですよ。18もするんですね、うん、へえ、うん、でも早いね、シャーン、なんかすごい、しかも画面大きいですね、うん、やばいよめっちゃ、うん、すごい、見やすい。でもケースこれから探しに行こうと思って。そうですね、はい、はい、何の話やったそうです、はい、何でしたっけ。ヤクルト、ヤクルト、はい、ヤクルトの逆ビックリマン選手は、はい、こちらです、山田テスト、はい、あーまあそうですね、いややっぱりね、うん、期待値が大きいから、うん、この期待値が大きすぎるとちょっとダメだっただけでも逆びっくりと思っちゃうところがね、しかもこの FA の年だったじゃないですか。そう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 、っもっとなんかねありましたね期待度っていうのは、うん、あとね、はい、年俸の勝負がね、あ山田選手いるんで、そうだ山田選手どうなったんだろう年俸だからそれね、はい、また雑誌でね、はい、ちゃんと年俸の一覧が発表されたら皆さんやりますんでね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、ちゃんと覚えてますから。そうですね、どっちが勝つかね、まずいな。ちなみにですね、2020年は開幕から2戦連続ホームランを放つなど好スタート切ったが、はい、その後は上半身のコンディション不良に苦しみ、欠場や登録抹消して回復を務める時期もあったと、まあ、最終的には規定打席に初めて到達した2014年以来ワースト記録、うん、出塁率、長打率、OPS を記録するなど苦しんだっていう、うん、で、まあ、FA ね、はい、出ていくかなと思ったら残留というところでしたけど、うん、はい、まあ、昨年ね、うん、やっぱ2割5分4厘なんで、あ、まあ物足りないですよね。でホームラン12本、うん、で盗塁が8個、はい、やっぱトリプルスリーのところね、うん、考えると、まあ、こんな選手だから、まあ、ヤクルトが勝っていくためには、はい、まあ、今年もそうですけど、うん、打たなきゃいけないんで、うん、まあ、昨年はね青木がベテランながらに頑張った、村上がさらなる成長を遂げたっていうところでね、うん、若手の台頭、ベテランの頑張りっていうところがあったんで、うん、まあ、山田哲人今年で29歳、はい、なんでね、中堅どころとしては、うん、やっぱここが踏ん張っていかないと、うん、チームがね、やっぱ浮上するきっかけにならないんで、はい、ちょっとね、期待値が大きいだけに、うん、えっていうね、またでも今年トリプルスリーみたいな活躍したらヤクルト順位分かんなくなってきますよ。そう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 、うん、だからトリプルスリーを上げたのが2018年だから、はい、だから3年前になるのかな、うん、
だそういったところでね、まあ、でも盗塁はね30個以上来て8個と少ないて、はい、ホームランも34本35本の時で12本に減って、うんうん、打率がね3割1分5厘3割7分1厘2割5分4厘と、はい、でまだ20で今現状は28歳だけど、うん、そんなこっからだから、はい、もうちょっとこう怪我しないボディをね、うんうん、作り上げて臨んでもらいたいなっていう、まあ、山田って若いですからね、全然若い28歳よ今、うんはい、今年29歳だから、うんまあ、だから、まだ老け込む時でもないしね、はい、山田テストの頑張りなくしてチームの浮上は絶対ないんで、うん、そういった意味でもビックリマンに選ばれることは絶対ないので、もう期待値がありすぎる、高いからえっ、ー、って言うのはないじゃん、はい、だ逆に言うと実績ある選手の方が逆ビックリマン選ばれやすいのよ、そうですね、はい、もともとの期待値があるから、あるから、そうそうそう、だからもうちょっと頑張りだと思うところでね、うんうん、この今年の頑張りっていうのをどうなるのかね、はい、まあ見ものかなというところはありますよね、はい、いや続いてもうこれ絶対喋るよ、そうですね、長いもんどのくらいかなと思って、はい、で続いてね、5位、はい、広島、うん、広島ですね、こちらです、スコット、あーロン毛のイケメン外国人、はあはい、スコットが逆びっくりよ、うん、はい、そこまでですかみたいな、うん、だって最初皆さん携帯見ながらってデータ見てるんでね、さすがにデータ覚えてないんで携帯見ながら喋ってるのは、はい、データを見てるっていうね、そうですね、何試合とか見たいですもんね、そう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 、だって7試合しか登板してない、うん、3敗0セーブ、はい、防御率15.75、うん、これやばいよね、でもさっきネットニュースに、うん、今年気合を入れて、うん、ロン毛を切って、うん、短髪にしたって出てますね、マジで、はい、日本式ですかね、いやすっごい短くなってましたよもう今年1年は、うん、その新しいことをして、うん、こう挑戦していこうっていう心で短髪にしたと書いてましたよ、うん、期待値かな、でもなんか11月26日前年の半分以下の年俸20万ドルで契約更新、20万ドルっていくらだ、2000万だから、まあ2000万今104円ぐらいだから2100万弱ぐらいかな、うん、うんうん、だからここでね昨年やっぱり後ろが広島はちょっとダメすぎたんで、はい、そういったところではやっぱその中継ぎフランソワに続くで最初守護神になって期待値高かっただけに、はい、7試合ですかみたいな、うん、まあ、外国人でそうあれってなりやすいですよね、うん、しかもそれが最後まで足を引っ張ったっていうところがね、うん、カープにはあるんで、うん、でまあ今年もいるんでね、はい、どんなその単発にしてね、うん、どこまで盛り返せるのかっていうところはね、はい、注目したいですけど、うん、毎試合打たれてたんで、はい、もうびっくりよもうこのね1年慣れてくれるのがいいですねそう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 、日本人バッターに、はい、続いて、はい、4位、はい、DeNA、うん、DeNA はオースティン、おこれまた外国人選手、いや、まあ、何回怪我しとんねんってそうですね、うん、いや来た時 の, そのオープン戦とかでしたっけ、いややばかったよ、すごかったんで、これは強いぞと、うん、オースティン、うん、ソト、うん、ロペス、はい、いやこれ打ちまくるぞと、うん、守備どうすんねやと、はい、オースティンライトに入って、うん、右側守備力やばいねって言われてたのが、うん、いないの一軍にそうなっちゃいましたね、だってトータル65試合、はい、65試合でホームラン20発打ってんのよ、うん、すごくない、すごい、めっちゃすごいです、だってこれ普通だったら40本打つベースじゃん、はい、ホームラン、うん、でしかも打率が2割8分6厘、はい、上等じゃん、だからもう本当にいれば活躍してくれる、うん、そうそう、だから、うん、活躍した記憶しかないんだけど、はい、いないのよ、うん、一軍に、そうですね本当だ、すごいですね、これもし140試合あったら何本打ってるんだって話ですね、いや、 やばいよ、調子が続けば、うん、めちゃくちゃすごかったもん、うん、これはね、うん、怪我さえしなかったらやばいんですよ、はい、怪我する、そうですね、分かんない、丈夫な体に鍛え上げてまた今年してるかな来るかもしれないかな、だから本当に頑張ったらね、うん、外オースティンで2人で80発ホームラン打つ可能性あるから、はい、そういった意味では期待でかいけど、うん、本当に去年1年間はもう逆にびっくりよ、一、はい、軍にいないこと、まあ、そうですね、うん、だから怪我なく頑張ってほしいですよね、うん、はい、そしたら DeNA、そしたら全然上に行く、行けますね、うん、A クラスに全然入る力ある、うん、で続いて3位、はい、中日、はい、中日はねこちらです、宇別、おこれは僕の期待値が高いっていうね、はい、うんうん、3勝ぐらいしかしてないんですよ、うん、え、もっといけますよねっていう、はい、だから逆びっくり、そのローテーションに1年間いなかったことに、はい、これ
完全に俺の個人的見解だけど、はい、みたいな。佐藤さんはいつも何をこう見て、あ、いいなと思ってるんですか？あのキャンプでのブルペンの練習の仕方とか、はい、あとはその投球、うん、あとフォーム、球筋、うん、出て、いいなっていう。へー、どうしたみたいな、うん、もっといけるっしょみたいな。え、去年は怪我とかではなく、まあ、もともと怪我勝ちで入ってきたんですよね、はい、はあ、だからそこら辺はチームもあの気にしながら大事に使ってるところはあると思うんですよ、はい、7試合2勝3敗、はい、防御率 3.74、うん、今年は2桁勝てる能力あるんですよ、はい、2勝、うん、嘘でしょみたいな。中日優勝のために梅津の10勝は計算入れてましたよみたいな。ああ、なるほど、そこも入れて優勝予想だと、うん、だから俺的にはびっくりだね、逆に、はい、うん、え、みたいな、はい、それだけですか。でも今年も優勝予想してるじゃないですか、今のところね。今のところ最初に出したのは、うんうんうん、ってことは梅津選手入ってる入ってる、もう今年も10勝するだろうと、うん、だから頑張ってよっていう優勝予想当ててよっていう、ね、そうそう、逆に、はい、え、2勝ですかみたいなびっくりなんですけどみたいな、はいはい、っていうね、はい、まあ、期待値が高いだけにね、うん、だから期待値が高くないとびっくりしないんでね、はい、だってこ期待値が高くないパターンの低成績、うんうん、はい、なんていうか知ってる？何ですか？でしょうねっていうそうですね、確かに高いから、ね、そう、うん、だって期待してない人の低成績ってびっくりしないじゃんね、はいはい、まあまあいつも通りだなってなるわけですよね。まあまあそんなもんやと思ってたけどねみたいな、うん、だからびっくりした、びっくりするのは期待値が高いっていうね。だから梅津は俺の中で期待値が高いから、はい、ちょっと2勝は本当びっくり、はい、最大の、はい、今年頑張ってほしいですね、はい、で続いて、はい、阪神、阪神はねこちらです、はい、高橋遥人。お、ここはね、はい、もうどの解説者に聞いて も、うん、もうエース候補で高橋ですごいっていう、はい、もう日本代表クラスなので、うん、もう球は、うん、でも5勝4敗、はい、登板12か、そう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 、うん、だから今年もね、まあ体のね、はい、っていうところもあるかもわかんないけども、うん、で防御率2点台って、そういいのよ、ね、いいですね。でエグでなかったりもするわけ、うん、でももう10勝してもいいピッチャーなのよ、はい、で今年はね、まあ今のところの予定ではね143試合と試合数もね、はい、元通りになるっていうところで言うと、もういつ2桁すんのっていうレベル、はい、うん、なのに5勝はびっくりよ。なかなか、しかもだいぶ登板間隔を空けますんで、ちょっと体的なみたいな不安がありますかっていう、やっぱそういうところなんですかね、まあ、そういうところもあると思うよやっぱりね、うんうん、あのやっぱ怪我、やっぱり無事これ名馬だから、はい、やっぱ怪我なくいかないとね、うんうん、どれぐらいいいもの持ってても、うん、やっぱその投げれないと意味ないじゃんね、はい、高橋遥人が10勝勝ったら阪神優勝すると思う、はい、うんうんうん、それぐらいの、はい、まあ、ポテンシャルはあるね、うん、あといつベール脱ぐかなんだよね、はい、そういった意味では期待に、多くの人のね期待に応えるピッチングを今年は見たいなっていうところと、うん、まあ、こんな成績で終わらないよねっていうね、うん、まあ、もっともっとこれから活躍するピッチャー、ね、うん、5勝はびっくりよ、うん、え、5勝ですかっていう、はい、まだ25歳ですしね、こっからね、そう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 、うん、タイトルにもね絡んできてもおかしくない能力あるんで、はい、そういった意味でもおおっていうところに入ってきてほしいですよね。こんなところで名前上がるような選手じゃないですけど、はい、期待値が高いですよね、はい、で続いて、はい、ジャイアンツ。ジャイアンツはね去年1年間、はい、逆ビックリはね、うん、こちらです。坂本勇人。あー、確かに、あれ最初どうしたんだろうってなりましたね。だからやっぱりね、うん、その開幕が伸びて、はい、でちょっと開幕前にね、うん、コロナ陽性感染しちゃって、はい、っていうところでね、どんなにトップアスリート一流レベルでも、うん、まあ、準備ができなかったらやっぱきついね、はい、うん、だから終盤えげつなかったじゃん、はい、準備が整ってきたからね、もう一気にこうね、そう、いましたよね。でしかもあの2000本も、うん、届かないかなっていうね形ありましたけど、最後ね、はい、上げてきたことによってシーズン中にね、うん、2020年の間に到達できましたけど、はい、でまあ榎本喜八さんのね最年少記録には届きませんでしたけども、はい、まあ立派なねこの記録だと思いますし、はい、そういった面では1年間通したら、まあ、最低限以上の素晴らしさ、はい、あの記録で、坂本のあの記録でダメやって言われるのが坂本がすごいところよ。あ、まあそうですねだって普通に活躍しましたもんね。全然俺だったらもうめっちゃ嬉しいよ、うん、だってあの記録は、はい、だその中でもね、でもやっぱりあの前半戦のね、はい、あの結果がね出なくて苦しんでる姿は本当にびっくりした。そうです、坂本選手らしくないなっていう感じありましたね、うん、坂本クラスでもやっぱりこのコロナの影響とシーズンがこのバタバタしたらやっぱ調整するのはやっぱ難しいんやっていうね。そうですね、うん、
そういったとだって115試合だからほぼ出てますからね、2割8分9厘、ホームラン19本、打点が65っていうところでね、はい、まあ、前年にね40本ホームラン打ったっていうところもありますけど、はい、まあ、びっくりだね、やっぱり、ね、やっぱ調整の難しさに坂本を見てより感じたですね、うん、はい、まあ、本当に去年は、ね、特殊な年でしたしね、うん、だ今日挙げた、ね、はい、選手たちはほぼ、ね、主力で回ってる、うん、もしくは回ってもらわなきゃいけない選手たちなんでね、はい、まあ、今年はね、まあ、今もねちょっと大変な時期ですけど、はい、まあ、キャンプも含めてねどういった調整法をしていくのかね、あと出だし、うん、スタートダッシュ、はい、この選手たちがどうなるのかね、うん、注目ですけども、はい、まあ、去年1年間はねちょっと逆びっくりしたかなっていうね、うん、ところはありますね。その分期待してますということですね。そうですね、うん、